グレートサンドデューンズ国立公園。グレートサンドデューンズ国立公園は、アメリカ合衆国コロラド州南部にある国立公園である。もともと、グレートサンドデューンズナショナルモニュメント、1932年に指定と呼ばれていたが、2004年9月13日に、米国議会により、米国で最も新しい国立公園となった。この公園は、サンルイスバレートーンに位置し、 約8万5千エーカーの面積を占めている。公園には、サングレでクリスト山脈の西の麓のサンルイスバレーの谷底から750フィート高い北米で、最も標高の高い場所にある砂丘が、面積は19000エーカー、おそらく1万2000年前のものである。この砂丘は、サンルイスバレーを流れるリオグランデ川とその支流の、 堆積差によって形成された。長年にわたり、西風が川の堆積平野から、ロッキー山脈を越えて砂を運んだ。風がサングレドクリスト山脈を越える前に力を失い、砂が谷の東側に堆積した。これが続き、砂丘はその形を風によって日々変えながら、ゆっくりと成長している。黒い砂の地域があるが、これは結晶性の黒い鉄の酸化物である。 地鉄鉱の堆積物である。風が谷を越えて砂と小さな岩を吹き飛ばし、コロラド州のサングレド・クリスト山脈に突き当たり、勢いを失い、砂等を落とすため、砂丘は形成された。雪が防雪柵の後ろで吹きだまるように、吹きつける砂は山脈によってせき止められ、ふもとに溜まる。砂丘の周囲をいくつかの小川が流れている。小川は砂丘の橋を侵食し、 砂が下流に運ばれる。水は地中に消え、表面に砂を堆積させる。風が砂の堆積を拾い上げ、再び砂を砂丘に吹き戻す。砂丘の頂上でも2、3インチ掘ると湿った砂が現れる。もし小川が干上がれば、砂丘が消える。実際、モニュメントから国立公園に変更された動機の一つは、コロラド州の都市や農業から水を保護することにあった。 砂丘の形成過程を体験することは、とても優しい。砂丘上のハイカーたちが証言するように、砂丘でハイキングすると砂や小さな岩に打たれるほど、ここは、非常に風が強い地域である。風は何マイルも、砂や岩を運ぶ。公園にはまた、アルパインツンドラレイクス山中の湖と、ツンドラ、標高1万3000フィートを超える6つの山。 サバルプインフォレストスメドウスタイコから続く、トウヒと松の森、モンタネフォレストスウッドランズ、リパリアンアスペンと箱柳の大きな茂み、デューフィールド北米一標高の高い砂丘群、グラスランズシュラブランズ草地、サブカというアルカリ性鉱物群の多い土壌地域、ベトランズ湿地という、様々な野生の動植物に適したあらゆる生息環境がある。公園管理において、 この広大なエコシステムの保護を目的の一つとしている。公園の最も珍しい特徴の一つはメダノクリークで起きる。メダノクリークは砂丘の西側の境界を流れ、ビジターセンターブックストアの隣に位置する。新鮮な砂が継続的に小川に落ちるため、メダノクリークは永続的な川床を持たない。ダムのような小さな水中の砂丘が継続的に形成され、 そして崩れる。したがって、水の中を歩く人は、2、3秒から1分あるいはそれ以上の間隔で下流に向かう、水のうねり、それは、波のように見えるのだが、を見る。水の多い都市には、このうねりは1フィートに達し、海の波に似る。小川の砂で砂の城を作ることは、旅行者に人気の遊びである。近郊の町は、コロラド州のアラモサである。 同じコロラド州のデンバー、またはニューメキシコ州のアルバカーキから車で約4時間の距離にある。砂丘及び周辺地域は1932年ナショナルモニュメントに指定された。2000年11月22日、アメリカ合衆国大統領ビル・クリントンは究極の国立公園としてのステータスを狙って200年グレートサンドビューンズ国立公園と保護地域法に 署名した。ザネーチャー・コンサーバンシーの協力により、連邦政府はバッカ牧場の9万7千エーカーを購入し、公園の面積を実際に3倍にした。この購入には、以前は公園の北と西側に接していた牧場の地域を含み、また1万4千フィートを超える高山、キットカーソン山、チャレンジャーポイントと南への排水路を含む。 購入された土地は3つの地区に分けられ、サングレド・クリスト山脈地区は、リオグランデ国有林に移され、西側の地区は、野生動物の地域として切り分け、野生のバイソンの群れを受け入れ、東側の地区は、リオグランデ国有林から遺憾され一定の狩猟を、がめられる予定である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。